購入。かっちょいい。うわー、はい、どうも皆さんこんにちは、太陽ヨタです。今日もニーヤオートマタ、こちらの続きの方やっていきたいなと思います。まあ、前回ね、このレジスタンスキャンプに来たんですけども、まだね、話しかけてない人も結構いるんで、こちらの方に話しかけていきたいなと思います。お、新顔だな。新しいお客さんは大歓迎だ。へえ、レジスタンスの道具屋さんですか。ああ、廃品や、これなんて読むんだろうね。敵の機体を利用して道具を作ってると。あー、道具屋さんか、本当に。あ、動物に乗れるんだ。前作のニーヤも、確かね、動物に乗れたんだよね。なんか、イノシシだったかな。なんか、イノシシかなんかに乗れたんだよね。一応受けよう。このキャンプを出て左の方に行った広場の場所から入手できるはずだ。目標地点の情報を入手。マップにマーク。これ持ってたりしないかな。クエスト、あ、全然持ってないのか。廃墟都市の中央か。世界中に偽装されたアクセスポイントが点在しており、接続することで以下の機能が利用可能です。マップの情報解放とアクセスポイント付近でのセーブが可能。うん、敵に襲われてるということか。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、どっちから行けばいいかな。かなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6より 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか。問題なし。それは作戦に関係する情報。いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。ほいほい。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2B さんらしいですね。それではまた。でかいのいるじゃん。あれ、でもここらへん、あれか、複雑な機械のエリアがここらへんなのか。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。あ、これで道具屋分は集まったんだ。いいね。必要って大変ですね。地上のレジスタンスは夜派部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はい。んーで、あとはあっち側か。
ここら辺抜けられないのか。ん、なんかある。ん？何かいるね。オッケー。で、こっちかな。武器屋さんが言ってたのは、うわぁ、この辺りですが、なんかやばいのめっちゃいるんだけど。しかも適正反応があります。うーわ、いやいやいや、こうやって勝手には回復しないのかな。ん、まだ逃してるな。あるあるある。あったあったあった。あれもかな。違うね。あったあったあった。武器屋さんに見てもらいましょう。うん、よし。あっちにもアクセスポイントが塞がれてる場所があるから、あそこも助ければいいのかな。おっとっと、うん、オッケー。あ、でもあれ、アクセスポイントじゃなくて普通に目的地ですね。うん。お。いいよ。取ってきたよー。うん。いいね。お、いいね。強化していく。購入。え、かっちょいい。うわー。え、いいなー、これ。これは短剣ですかね。百獣の剣。いや、なんかいいね、百獣って。でも自分結構このでかいやつとか好きなんだよね。しかも高いけど。百獣の剣王だって。
こっちの方が高いんだけど、なんでなんだろう。素材とかが、威力はこっちの方が弱いけど、なんで高いんだろう。これ買おっかな。買ってしまったよ。あ、弱セットと強セットっていうのがあるのか。うん。あ、そっかそっか。弱セットの方はあれだもんね。あの、素早い攻撃用だから。百獣の剣王。なんかいいね。強化。めっちゃ強くなるんだけど、これやば。原型素材どうやって入荷しているの。はあ、アコールって女がここの経営者で、俺は店番とテレビを手伝っているだけなんだ。経営者といっても何年かに一度フラッと戻ってくるくらいで、普段は配送ドローンで武器だけ送ってくるんだ。はあ、金と強化素材が必要になるが、それを見合った強さにはなるぜ。それに武器によっては特殊能力が増えるものもある。いや、めっちゃ楽しみじゃん、それ。いや、かっちょいいんだけど。なんか、なんだろう、これ。なんか、ザンバ島みたいな感じ。いや、違うな。なんか、やばい。こういう、なんか、体験っぽいの好きっすね、自分。うん。ほう。あ、報酬もらえた。でもこういったやっぱサブミッションも経験値美味しいですね、結構。あ、こんな感じね。まあこれも何買っていいのかいまいち分かんないけどね。お金ないけど、これ、ちょっと買っとこっかな。まあ、自分、火ダメ受けやすいんでね。ちょっと5個ぐらい。いや、もう5個ぐらい買っとこう。これ何個まで持てるんだ ?99 個までか。何があってもいいようにね。お。うん。凶悪な機械生命体が多く出現しているらしい。まあ、手伝いましょう。へえ。砂漠地帯か。クイックセーブ。よーし。はい。まあ、てなわけでですね。今回は一応新しい武器も、まあ、手に入ってですね、この体験が、これかっこいいよね。この百獣の体験だっけ?やっぱライオンがね、ちゃんと刻印されてるんですよね。いや、いいよね。てなわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方があると思いますので、そちらの方もご視聴いただければ大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。